おめでとうございます。全プルヒッターファンの皆様、朗報です。特殊能力プルヒッターの効果がなんとなんと調整されます。どうもメリッサです。ということで今回はプルヒッター打線でリアルタイム対戦の方をやっていきたいと思います。結構ねコメント欄でプルヒ打線やってくださいと、プルヒ打線組んでくださいというコメント結構いただくんですけど、現環境ねプルヒが弱すぎたため、プルヒの選手を全く集めておらず、オーダーが組めないという現状でございました。事実このオーダーも二遊間、そしてベンチはプルヒッターの選手ではないんですけど、まあ、それ以外の選手はプルヒッターで組めております。じゃあなんでねオーダー組めてないのにプルヒッター打線やるんだと、甘えてんのかお前というコメントが飛んできそうなんですけど、ここで来たかと。5月下旬頃にゲームバランスの調整を予定しておりますとコナミさんからお知らせが来たわけですよ。一番上見てくださいよ。特殊能力超プルヒッタープルヒッター界プルヒッターの効果を調整しますと、やっとかと全プルヒッターファン歓喜でしょこれ。なんとなんとプルヒッターが強化されるんですけど、プルヒッターが強化される前にプルヒッターがどんなもんだったのかというのをちょっと見たいなと思い、比較も込めてね今回プルヒッター打線で撮っていきたいと思います。アップデートの詳細は試合中に細かく見ていきたいと思うんですけど、どうですか俺結構プルヒッター持ってる方じゃないかな。オリックスの選手がまず3人いますね。アダム・ジョーンズ選手、ロメロ選手、トング・ユーマー選手なんですけど、これでよくオリックス純正杯戦ってたなと今になって思いますね。この松中さんはね特訓ゼロ、そして特殊能力もゼロの段階から育ててまいりました。今更去年の OB、 しかも限界突破ゼロを育成するね、その努力だけはちょっと認めてほしいなと思います。特殊能力マックスにする辛さ、プロスペユーザーの皆さんには分かるでしょう。深夜テンションで上げちゃいましたプルヒッター、うんプルヒッター以外も上げちゃいました。最高だねこのゲーム。個人的に期待してるのは山川さんですね。山川さんプルヒッターが弱くなければ火の打ちどころのない選手なので、今回ねちょっと期待を込めて使っていきたいと思います。さあ強化目前のプルヒッターなんですけど、強化される前にちょっとねプルヒッターの選手たちでリアタイ遊んでいきたいと思いますので、ぜひとも動画を最後までよろしくお願いします。それでは1試合目のやっていきたいと思います。どうぞ。はい、それで1試合目のやっていきたいと思います。ちょっとねアップデートの内容をね改めて確認しておきたいんですけど、外角引っ張り時のファールラインのに近い角度への打球速度を 9% 増加させますということで、 9% ってこれね結構やばいんですよ。1年前ぐらいのバランス調整でベストピッチのね減衰率マイナス 2% ってのがなされたんですけど、まあ、その時もねあベストピッチで結構打球飛ばなくなったなとプロスピ界では言われてたんですけど、なんとプルヒッター引っ張った打球プラス 9% です。これ結構すごくないですか。多分だけど結構すごいのよこれ。これ一番下見てほしいんですけど、重い球の効果調整しますと、ベストピッチで打球速度を 1% 減衰させますと、超重い球とかは結構細かい調整がされてるのに対し、なんとプルヒッターはね 9% 増加させますと。前のアップデートとかではねマイナス 2% とかだったんだけどね。 OK 山川さん、さあプルヒッターが出ない、こういう時に限って出ないやんけ。はい山川さんナイスバッティング。オッケー松中さん強い。おい松中さん強いぞ。これプルヒッターがデメリットじゃなかったら松中さん全然使えるな。いけ、あー切れるんですよね。これめちゃくちゃ切れるのよプルヒッターだから、引っ張りたいとこではあるけど。オッケー、あー切れる。オッケー、ジョーンズパワーヒッター。ああ、こういう、結構ね、ジョーンズね。ああ、ぐっそ。今、打率、ええ感じやねん。日本55位だったんだけど、まあね、プルヒの動画ちょっと撮りたかったんだよな、どうしても。で、もう一つ、効果がありまして、流し打ちの時の打球速度を 7% 増加させますと。いや、流し打ちも強化するんかーいってね。プルじゃないんかーい。あれ、流し打ちって英語で何て言うんだっけ？まあいいや。プラス 7% と。あー取れないか。いうことで。いやー流し打ちも強化するんだって思いましたね。正直。7、あげつ。あー取れないか。プルヒッターだから強化されるのは引っ張り方向だけだと、思っちゃうんですけど、なんと流し打ちでもね、7% 増加ということで、結構思い切った調整ですよね。流しても飛ぶということは、無理やり引っ張る、外角をね、無理やり引っ張る必要も、もしかしたらなくなるかもしれませんね。いやーでも、今まで通り、外角流すと、めっちゃ打球切れるとか、そういう現象はあるかもしんないんで、多分そこはね、継続だと思うので、
打っても打球は切れるよと、外角流すとね打球は切れるよ、だけど打球が飛びやすくなりますよという調整だと思いますね。多分これはねプルヒッターファンにとったら嬉しい調整なんじゃないかなと思います。 OK、 ナイスピッチング。選手集め結構楽しくなるっすよね。今までなんかプルヒッターが外れ扱いみたいなされてたんで、これはいい調整なんじゃないかな。さあ松井秀喜さんプルヒッター発動せずと、こういう時に限って、あ、俺松井秀喜さんのプルヒッター上げてないかもしんない。ちょっと待って、ちょっと確認、あ、ちょサードゴロ、いやなんで出ねえんだよプルヒッターよ、いつもバンバン出るやないかい。あーもうなんでだよ。オッケー、新庄さんは代打出してんだよな。俺スピリッツ3200なんだけど、まあいいや。プルヒッターの打球の飛び方っていうのをね皆さんに見ていただきたい。オッケーオッケーオッケー、うわー惜しいでもこれパワー64でこれっすよ。これがプルヒッターだから、引っ張ったらまだまだ全然強いんすよ。 OK うん、OK、生まれてくるんじゃないかなと思います。いやーまあいいや、次の試合入りたいと思います。さあ2試合目の方やっていきたいと思います。 OK、 きたー、西武の4番きたー、山川さん、あなたの時代ですってことで、山川さんで強化入る前に一夜一発ホームラン打っておきたいと思います。プルヒは外攻めとけ大丈夫と、そんなことさせ、そんなことさせ、そんなことさせないと。 OK、 ナイスバッティング。はい、切れない切れない山川さんのホームラン、ナイスバッティングすぎる。まあ、打球速度 9% 増加させますって、まあ、結構えぐいですよね。あ、落ちる、あ、落ちないか。いやー、ロメロさんプルヒ出ないんかい。まあでも強化、うっ、オッケー、まあ強化だけど、まあ打球は切れるのか。いやちょっとこれでも難しいな。お、プルヒ発動した。いやこれがね、でも正直広角打法に同じレベルに並びますかと、あ、減速する、うん、言われたら正直並びはしないかもしんない。あ、負けた。さあこの試合ではちょっとプルヒッター OK、 2打席全打し、ミート64、パワー97ですからね。さあやっていきたいと思います。さあインコース来てくれ。いやもうめっちゃいいとこ投げますやん、いいとこ来てくれ、ここら辺ここら辺いい。さあこれカウント取ってくるでしょ、これ全部引っ張ろう、いや流すか、外は外は流す、え、いやー危ねえ。いや今の多分アップデート後なら、流し打ちの打球速度 7% アップで多分ホームランになってると思う。どうなんだろう、速度と飛距離って関係あるっすよね、多分多分だけど、打球速度によって飛距離も伸びると思うから。あ、ボールだ、いや振らなきゃよかった。あー、ナイスバッティング、オッケーオッケーオッケー。さあプルヒッタージョーンズ来たー。オリックス純正杯ではだいぶお世話になりましたね。引っ張っててのホームランは結構あった印象がある。うん、その代わり流し打ちよっはははいやー今上っ面叩いちゃったな。まあいいや、引っ張ってのヒットなんでね。いやちょっとミスった、俺松井さんプルヒッター上げてないわ、やっぱ。皆さんプルヒッター誰持ってますか？僕意外と少なくてさ、本当に6人しか持ってなかったんですよ。だからプルヒッター打線組めなかったんですけど、プルヒッターの選手意外といなくて。オッケー、ナイス、でかい、ゴジラフォアボール。いやーロメロさんのプルヒッターが出ないな。ロメロさんもねプルヒッターがなければ強かったんですよ、なければね、うん、多分プルヒッタービッグボス来るんだろうなと思ってる個人的に。あとジャイロボールも強化されたらしいんですよ、ジャイロボール。それも多分松坂さんが来る伏線なんじゃないかなとはツイッターで書いてあんの見かけたんですけど。オッケー、新庄さん来たー、パワー88、マジ引っ張る、高弾道でミート低いんで、いけ、あーぐぞー、もっと引っ張んないと。おい、ナイスバッティング。さあ4試合目の方やっていきたいと思います。まあ先日のアップデートでね、だいぶプロスピの選手の動きなんかも変わってったと思うんですけど、皆さんも結構変化感じられてます？僕結構試合やってて、あ、この部分が変わったなーってとこ結構あるっすよね。さあ松中さんプルヒッター発動、
守備のね挙動とかね、選手の守備の動きとか、あと走塁とかね、走塁 AI めっちゃ変わったよなこれな。いやー今絶好球だったなこれ。いけ、うわー早いか。あーミスっちゃった。オッケージョンジープルヒッター、打球のね飛距離をね、オッケーナイス、全体的に 1%、 2%、 3% 下げるっていう広角環境に一夜いる。この作戦どうですかコナミさん。僕コナミで働こうかな。嘘です、ごめんなさい。オッケー、走塁 AI 走塁意識高いんですよね最近のブロスピ。オッケー、新庄さんチャンス発動。いやこれ絶対阪神が日ハムで新庄さん来るな。タイムスリップ、さっきからねもう引っ張ろう引っ張ろうっていう意識がありすぎて、いやマジで勝ち込みたいなここ。引っ張る、オッケーナイスさあこんな感じでね、今の環境のプルヒッターはこんな感じなんすよ。あ、いいナイスバッティング。さあトングーさんトングーさんね、特訓10ですね一応。これでも特訓10でミート49か、しょうがないな。プルヒッター、オッケー、まあね一二塁間割ることはできるね。うん、オッケーオッケーオッケー。この打球の飛び方がね、打球、あー待ってミスった。打球の飛び方がアップデート後どう変わるかっすね。オッケー、松中さん全打し。これ松中さんもプルヒッターがめちゃくちゃ強くなったなら松中さん使うのもねなしではないのかな。オッケー素晴らしい、オッケージョンジープルヒッターいいね、最後の最後にしてここ決めたい、頼むジョンジーと共に